First of Love 以宇多田光1999年发行的单曲 First of Love 和2018年的初恋作为故事发想，11月底上线三天后累积了722万小时的观看时数，登上 Netflix Top 10 全球非英语影集排行榜第八名。在韩剧环伺的情况下，回忆杀神曲神演员加上神编剧，三神助攻，顺利成为2022年底现象级神剧。佐藤健和满岛光日前率领全剧演员出席首映会时，也分享了拍摄这部神剧的点滴。この作品の見どころは、僕が思う見どころはアクションです。それは別にですね、今からいい話するから聞いてありがとう、笑ってくれて。走ったり戦ったりするっていうことじゃなくて、僕が現場で、すごい監督に何回も言われてたことがあって、なんか多分言われたと思うんだけど、もっと体温が2度ぐらい高い感じで、もっと細胞が湧き立ってる感じで、すごい何回も言われてたんですけど、僕たちこう恋をしてるとき、好きな人と目があったり、好きな人のこと考えたりするときって、こう体内の細胞が暴れ回って体温がぐっと上がる。なので今回のファーストラブですね、登場人物たちの細胞のアクションをぜひ注目して見ていただけたらいいなと思います。何話かちょっとあれなんですけど、僕が担架で運ばれるシーンがあるんですよ。病院になんかいろいろありました。で、運ばれてる時に八重がそこに駆けつけて、まあ要は大丈夫なんですかってこういうシーンがあって、あそこめちゃくちゃ僕印象に残ってます。眠ってたよね。はい、はい、違うの、たけるくん撮影中にね、はい、僕はだって寝るという芝居を求められてるから。でもね、意識不明なんで、スピースピーとか聞こえてて、スピースピー言ってます。佐藤さん寝てますねって言ってみんなで、それはそうなんですね。なんか印象には残ってないはずだよめっちゃ残ってる理由があって要はそのいわゆる俳優のなんていうんですかね、こうここぞというなんかこう感情がぐっとなるシーンって、まあ泣き芝居というのクライマックスのシーンって、まあ大体みんなこうスタッフが 全員今日は大事なシーンだからって思って、すごく環境も整えて、でこう長回しで一発撮って一回めちゃくちゃこういいお芝居ができて OK っていうのがまあ普通なんですよ。多分満島さん的にはここが本当に大事なんだっていうことで、その 1,2 秒のカットのために何回もこう目に涙を浮かべて気持ちをぐっとこう持ち上げてやってる様を見て、めちゃめちゃかっこいいなこの人って実は思ってたんです。寝たけど、本当に思った。その目はかっこいいなって思えたから安心して眠れたんです始まる前に台本の話して、すごいその中でも印象的だったのが、まあ普通の男子だったらこうまあなんかなんとなく過ごしてしまいそうなある場面を、たけるくんがずっと、いやー僕は男としてこの場面でちょっとどういう風にいたらいいか分かりませんって言ってるような場面が、彼女がウェディングドレスのフィッティングをしているっていう場面なんですけれど、なんかその場面の時のたけるくんのこうたけるくん自身の躊躇みたいなものが、役へのすごい、この人は本当に純真無垢に女の人を愛す人なんだろうなっていう印象がを受けて、顔もかっこいいけど心もかっこいいのかよと思ってなんかそういうの印象は始まる前にありました。そうでしたか。っていう、はい、褒められたんで褒められ返した方がいいのかなと。ちょっと今体温が2度上がってしまいました。あ、よかったです。ありがとうございます。俳優さんのお仕事すごく大好きで、ずっと続けていきたいなと思いつつも、やっぱり自分の人生を画面の中に映すことってすっごく怖い作業でもあって、だから
あ、もうこの作品やるって決めた時に、あ、一生もうこういう作品やらないかもしれないけど、なんか自分の人生で持ってきた美しいなって思えるものとか、まあ、悲しい思いしたこととか痛みとかもなんかみんなあのまとめて出せたらいいなみたいなことは思ってましたけど、なんか監督このドラマ仕上がったものを見て、まあ、それ以上に勘違い監督が彼女の生まれて生きてきた人生の本当に美しかったり大好きだったり誰にも見せたくないような宝物をたくさんこの9話のドラマの中に広げていて、なんかこんな美しい方と恋をしてこんな美しい方と結婚する役なんですけれど、どうぞ許してくださいっていうかぜひ日本の最高のラブストーリーを世界へって感じでレッツゴーみたいな感じでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。伝うためだが私に知